今回のウィニングタック、はい、ロッドリールライン、はい、ロッドがですね、はい、ファクトの 67MHSP、はい、この毎年、まあ、前回も春とかちょっとこうもぞっとしたバイト、なんだろう、こう魚に気づかれずに、うん、こう違和感なく食わせるような竿です。竿、はい、ソリッドティップなんですよね、はい、結構でもそれしっかりしたソリッドティップですよね。僕も触ったことある。いやそれでもグニャーなんていうんじゃないですよね。それでもね、まあ使ってもらうと分かるんですけど、うん、ラインの重さ感じるような、チューブラーよりは繊細なティップなんですよね、はい、うんうん、はい、じゃそれが今回のクワシの釣りに、そうですね、はい、違和感なく吐き出さずに、まあ、まあ、フッキングまで持ってこれたと思います、うん、で食ったら一気にバットパワーで、そうですね、ズガーンと寄せると、はいはい、なる、まあ結構ややこしいところでかけてるんですけど、はい、かなり一匹はぶら下がっちゃうような、ちょっと奥の方で、はい、まあそれでもこのバスザイルって言って14ポンドなんですけど、はい、それが強くて、はい、なんていうか持ち込んでる、なるほどなるほど、まあ、普通だったらそこで擦れて、それが一番でかい今回の1400、はい、ちょっとあ、それややこしいところでぶら下がっちゃって、なるほどなるほど、ライトのおかげも、はい、そのバスエネミー、はい、その良さとかその辺をちょっと説明していただきます。これまだまあ、はいはい、僕も正直あんまり使ってないんですけど、はいはい、今年ちょっと前から送っていただきまして、で使わせてもらってるんですけど、それの去年エビちゃん使ったやつのちょっとまあちょっとちっちゃいやつなんですけど、3.5 インチ、はい、4.5 が普通のオリジナルなんですけど、はいはい、3.5 のちょっとスリムタイプ、ちょっとあのまあ他ダウンショットとかまあいろいろ使って、まあその2時間のバイトないんだから、でいろいろ考えたんですけど、こう小田のような感じになってるんですね、下が、はいはい、でそこを狙ってたんですけど、はい、ホールさせるのに、ちょっとダートとか、だからそういうのをするの、うん、こうストンと落として、ダラッとさせるように、はいはい、あ、さっきテンション拭っておっしゃってましたね、はいはい、そういうリアクションも与えつつ、コーチみたいな、コーチそういうのが効いてる。なるほど。テールなんかそれつぶつぶがついてるんですよね、それね。テールつぶつぶはもう関係ないと思いますけど。いやいや、それあれなんだ。ピラピラピラはいいと思う。それあの葉っぱの方がぺったりへばりついちゃうと。ああ、つかないですね。うん、なるほどね。じゃあ今回それと。脳進化でも活躍してくれるリーグイヤーなんですけど、うんうん、まあ今回はあえて 3.5g のテキサスで。はい、じゃあロッドとラインと。そのワーム、はい、ね、はい、それでまあ苦しい中で魚を拾ってって、そうですね、粘って粘って、粘りも、ね、粘りも勝因でしたね。うん、そうですね、本当もうよくやったなって自分で朝からポンポン連れてたわけじゃないんで余計ですよね、まあまあ、夢の中では、あの朝一に福井巴川あたりでは 3,4 本持って、でちょっとウハウハでまあそれもサイズ良くて、でまあちょっと余裕でその辺に寄るつもりだったんですけど、まあ実際寄ったのはもうノーフィッシュで寄ったような展開。精神的にはどうだったんですか。結構テンパるとかそういうことはなかったんですか。うーん、まあ釣れないのはプラで、まあダメだったら全然ダメだなっていうのは分かったんで、まあそういうのも覚悟してました。まあ諦めないでやったのが後半、そうですね、ラッシュにつながった、うん、な感じですかね。そうですね、まあ、あとはプラで触れたそのミドルレンジの、うんうん、2メーターぐらいの、うん、はい、それにちょっとある程度自信持ってたんで、うん、でやり込めたと思うんですよ。なるほどね、はい、うん、素晴らしい、まあ、難しい中での勝利ということで、はい、おめでとうございました。今後とも頑張ってください、はい、ね、おめでとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。大丈夫ですか。